ほら、アミゴス、ソイスカイデジュニア。はい、スカイデジュニアチャンネル。始まりました、スカイデジュニアチャンネル。スカイデジュニアです。これまで僕といえば、スタジャン、革ジャン、Gジャン、あとね、スカジャンも好きって、このスカイデジュニアチャンネルでお伝えしたと思うんですけども、今日はね、スカジャンをね、見ていただきたいと思います。で、僕とスカジャンの出会いっていうのは、中学2年生か中学3年生の時ですね、大阪の心斎橋にあるアメリカ村、通称アメ村、アメ村でね、スカジャンと出会って以来なんですよ。結構聞いてましたね。シルバーストーン着てみたり、ヴィンテージのスカジャンをね、3着ほどコレクションしてみたり、あとは当時古着屋さんで勤めてた友達が、スカジャンをプロデュースするっていうことでそこにね参加させてもらって、で作ったスカジャンをね着てみたりしてましたね。スカジャンが大好きです、昔から。それでは今日も最後までご視聴よろしくお願いします。それでは始めましょう、スカイデジュニアチャンネル、バモース、アミーゴス。はい、でね、今回ね見ていただくスカジャン、こちらですね、東洋エンタープライズの交渉っていうラインから出てるスカジャンです。僕ね、ここ2、3年ねずっとねスカジャンが欲しかったんですよ。でもスカジャンってリバーシブルじゃないですか。だからね、片面が良くても片面がこうしっくり来なかったりっていうのがあって、なかなか買えなかったんですけども、これに関してはね、もう両面気に入ったんで、もうすぐ買いました。皆さんのイメージするスカジャンって、このボディの色が青とか赤がね多いと思うんですよ。でもね、これ黒じゃないですか。黒もねなかなかいいんですよ。僕がね以前持ってたヴィンテージのスカジャンね、それ買った理由の一つに、黒はもう着込まれると、着込んでいくと鈍く光ってめちゃくちゃかっこよくなるんですよ、色が。だからね、今回この黒ってめっちゃいいなと思って、それを思い出してね買ったのが理由の一つにもありますね。刺繍に関してもね、素晴らしいですよね。日本地図に朝鮮半島が描かれてて、その朝鮮半島には38度線が引かれてる。その当時のね、歴史を物語った一着です。で、このスカジャンの他のね、スカジャンにないいいところっていうのが、ジャパンって刺繍されるであろうところに、これは富士山かな?富士山がね、刺繍されてて、で、大きな和紙が羽ばたいてるんですよね。これはまるで日本の大空を大きな和紙が羽ばたいてる、そんなイメージがねできて、めちゃくちゃもうこれ気に入りましたね。当時のね職人さんの腕なり知恵が光る一品ですよね。で、裏面がこちらですね。で、こっちは青地に竜と虎が描かれてるスカジャンでね、もうザ・スカジャンっていう感じのスカジャンですよね。こっちもねめっちゃ気に入りましたよ。で、僕、竜のね、刺繍に関しても言えばね、どの竜を見ても、あ、かっこいいなーって思うんですけども、虎に関して言えば、ちょっとしたこだわりがあって、こういうリアルないかつい虎よりも、あくびしたような、かわいい虎の刺繍が好きなんですよね。でも、これに関して言えば、竜と虎が睨み合ってるっていう意味で言えば、このいかついリアルな虎の刺繍が、めちゃくちゃかっこいいなーって思います。で、こっちにも富士山がね、刺繍されてて、さっきのね、表面の富士山と表情が違って、こっちはね、こっちでいいですよね。あ、っていうか、普通キルティングがね、裏だと僕は認識してたんですけども、キルティングが表面でね、販売されてたんで、あれが表面だと思うんですけども、さっきの方が。それはやっぱあれですね、きっと何か意図があるんでしょうね。で、こっち側も、ジャパンって刺繍されるであろう箇所には何もなくね、その代わり竜と虎がめっちゃインパクトある程よい大きさで刺繍されてますよね。めちゃくちゃ秀逸だと思います。
で、この竜の周りに刺繍されてる赤いのは雲だと思うんですよ。やっぱね、竜といえば雨乞い、竜神さんね。この雲を赤で刺繍したっていうね、職人さんのね、センスがね、これまた光りますよね。いや、ほんまにね、今回めっちゃいいスカジャンに出会いましたね。でもね、スカジャンってね、魔力があるんですよ。1着買うと2着3着ってね、どん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 欲しくなっていくんですよね。ヴィンテージとかね、コレクションしてる人はね、分かっていただけると思うんですけどもね、ヴィンテージのスウェットも一枚一枚柄が違うじゃないですか。それはもちろん、それをね、集めるような感覚でスカジャンはね、もうヴィンテージもそうやし、現行もそうやし、もうね、奥深いというか、一枚買うとほんまにね、大変なことになりますよ。まあね、これはもう今回この一枚に留めときたいと思うんですけどもね。まあね、とはいえ若い時はね、スカジャン何着かコレクションしてましてね、ヴィンテージとその当時の現行と、それはね、古着屋さんにね、憧れてね、コレクションしてたっていうのもあるんですよね。古着屋さんにね、飾られてるスカジャンってね、もう手の届かない位置に展示されてるし、高値の花でね、結構高価で、例えばあれですよね、ドクロのスカジャンなんて当時もうびっくりするぐらいの値段だったし、非売品っていうお店もありましたもんね。あ、そう、ドクロで思い出しました。古着屋さんの友達とプロデュースしたスカジャンはね、ドクロのスカジャンでしたね。それもね、サイズアウトして手放してしまったんで、今はね、どこかの誰かが大切に着てくれてるのを望みますけどもね。あと数年前に交渉のね、ドクロもね、僕買いましたよ。別鎮でね、ドクロのおでこに血が滴ってて、リブが緑と黒のね、レトロなやつ、あれも良かったっすよね、あのドクロの表情で。裏面がね、竜のペイントなんですよね。あれも秀逸でしたよね。で、色が紫と黒で、ドブ板通り親善大使望月進さんのね、試合のコスチュームのようなカラーリングで、もう色もペイントもあれも良かったなって思います。それもね、残念ながらね、もうサイズアウトして手放してしまったんですけどもね、あれはね、もう持っといても良かったなって、もうちょっと後悔してます。はい、というわけで今日は新しく手に入れた交渉のスカジャンを見ていただいて、スカジャンについて語らせていただきました。この動画良かったなって思う方はチャンネル登録、評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。いやー、でもあれですね、僕ドブ板通り行ったことないんで、ほんまにね、進さんとね、行ってみたいですね、いつか機会があれば。でね、オリジナルのね、スカジャン作ったりして、きっとね、楽しいと思います。はい、それではそろそろいいお時間なので、この辺でおいとまさせていただきます。また次回動画でお会いしましょう。アスタルエゴアミゴス。バイ。